何でしたっけ、関根さんが前隣にいいツッコミする若いやつ、あ、なんこれ、あれはね、片腕ドラゴン片腕ドラゴン、あのジミー・ウォングの、はいはい、俺あの時ね、後悔はね2つしてるんです今、はい、あの高校生をお茶誘って、はい、あ、連絡先交換して、はい、ただ今でも俺友達だと思うんだよね。あ、そうですね、もう彼らは最高でしたよそれとね、もう一つね後悔してるのがね、はい、うちの作家で有川君っていうのがいるんですよ、冠婚金、コサキンから冠婚金の作家やってる人で、はい、で彼が30年ぐらい前に結婚したんですよ、冠婚金のおじかっていう看板女優と結婚したんですよ、はい、でそこからお前看板女優結婚させて引退させたからお前が出ろって出されてたコロナの時からもう彼も年取ったんで勘弁してくれって言って、で今あのジョニオがいじられてるんですよ、ウドに。いつも有川がいじられてたのにでジョニオなんだけど、結婚して、はい、関根さん、あのうちに泊まりに来てくださいよと。おで泊まりに行ったの、はい、で、まあ、9月かなんかでまだ窓開いてる、暑くて、はい、で窓開けててこうやって、ね、寝てたら、はい、下から声が聞こえてくるんですよ、男2人、若い男、はい、関根つとも面白いよな、千葉真一最高だよなって言ってるんですよ。え今から俺下降りていこうかなって、ね、でなぜか辞めちゃったんだよね、あの時行けばよかったなと思ったね、コン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 って言って、え、うん、いやこれ誰だろうって言って、千葉真一絶対ですもんね。この2つだけね後悔があるんです。今ちょっと後悔してるんです。後悔してるんですよ。あの面白いっていうんじゃないんだけどね、あの可愛いらしい感想がね、帰ってきたドラゴンで、はい、ブルース・リアンと倉田康明さんが戦うんですよ、はい、もう最後20分ぐらい、はい、で最後はあの金的で死んじゃうんだよね倉田さんが、はいはい、でそういうやつなんだけど、後ろの高校生が強えな強くなりてえなっつって可愛いの、いいです、ね、かっこいい、強えとか言っていいですね。そう、あの声出すやつってね好きでね、はい、昔ね肋骨マニアの、はい、あ、はい、宿はじめ、はい、宿はじめが声出すと、はい、面白いですよって宿と行ってきてくださいってで宿行こうぜって言って新シティ見たのかな、お、はい、ちょっとパッと話しようとね、もうね感想が出るの、パンパン、あー痛そうとかね出ちゃったあーかわいそうとかね最高で面白かった宿始めて見に行く、宿始めってね、はい、全然ね向上心がないんですよ。お中学の時に頭良かったのあいつ、はい、頭良かったんだけどあの遠くへ行きたくないって言うんで、はい、あの近所の高校の校庭のど真ん中にジャングルジムがあるような高校に行ってたのそれで高校生の時に喫茶店でアルバイトしたんですよ、はい、一生いいなこれでって言って近場ですね。そうそういうやつなんです、だけど優しいの。あ今あいつは今引っ張りだこなんですよ、なんか犬のお世話で、優しいから。あ、そう、ね、そう犬にも重宝されてでね、うちのマリがね、はい、あのクスクスっていうラジオ番組やってるんですよ、はい、ベイ FM で、はい、そうするとあの休みの時はあの孫を連れていくわけ、下の孫、そうするとさ男の人のゲストと一緒にこう写真撮ってるとやっぱりさ硬いわけ、はいはい、で女性だとニヤッとしてる、宿始めだと、ね、笑ってるんですよ、だからこうプレッシャーを与えないっていうか、じゃ何か柔らげる、柔らかいです、ね、だから犬も心開くウィキペディアにも載っていますが、ケンちゃんチャコちゃんで確かファミリーで飼っていた犬が人間になるという話があり、その犬が変身した役を関根さんが演じていました。後に関根さんが何かの番組でこのことに触れ、あの役はご自身でも割と気に入っていたみたいな話をされていたと記憶していますと。ぜひ YouTube でケンちゃんの時のエピソードを聞かせてください。これ僕27歳の時、今でも覚えてますよ。ケンちゃんチャコちゃんでケンちゃんが夢を見るんです、はい、で夢でジョンっていう犬が人間にパーッと変身してるんですよ。それでケンちゃんが公園で
遊んでるとサッカーとかやってると、はい、そのサッカーをこうジョンだから、はい、ケンちゃんケンちゃんケンちゃんっつって、なんだあのおじさんっつって、ケンちゃんケンちゃんケンちゃん、それでケンちゃんについてって、はい、家まで行って、はい、ラーメンごちそうになって、はい、犬みたいにで食べて、ケンちゃん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 って言って、俺普通ね、はい、赤い激突とかあの自分の見て恥ずかしくなるわけ、下手くそでトラック野郎とかもさ、うわ下手くそひどいな俺の演技浮いてんなとかねで思って、これは全然恥ずかしくなかったやったハマってんだみたいな、溶け込んでるな俺黒澤明監督にも見てほしいですこれ恥じないジョージ・ミラー監督にも見てほしい、タランティーニも見てほしいあの人いいね、犬に見えるねって、まだ犬飼う前ですよイメージで、はい、でね、助かったのはね、柴田監督っていう結構年取った方なんですけども、台本をね全部読み聞かせてくれるんですよ。あ、このケンちゃんの監督、ケンちゃん、チャコちゃんも全部、チャコちゃんなんとかしてくれよ、ケンちゃんそんなのしてダメだよとか言って、それで自分でやるんですか？そうそう、で俺の役も全部ケンちゃんケンちゃんケンちゃんって言ってくれるわけ。へえ、あ、こういう風に演じればいいんだなっていうんで、だからその監督のモノマネですよ。へえ、その場で聞いた、はいはい、でわーってやって、だからあの柴田監督っていうのがやっぱり素晴らしいなと思う。お子さんを使って、今このケンちゃんあれですよ、はい、俺調べたんですよ、懐かしいんで、はい、何してんのかなと思って、はい、病院の院長やってますよ。びっくりしたよ確か病院のね院長みたいなのやってたと思うんですよ。お会いしたいですね。あ、本当だ、日本の医師ってお医者さんですね。お医者さんになってますよ、はい、いや、あのね、頭良さそうな顔してましたよ。岡弘也さんです、ね、岡弘也さん、はい、ケンちゃんとちょっと話したけど可愛かったなこれがね、どこ探してもないんですよ、僕の代表作なの。あ、映像がないんですか？ないんですよ、残ってるの変なのばっかりなんですよ。あのゴレンジャーとかね、まあ、ゴレンジャーもまあまああれはまあ、はいはい、役は合ってました、あの邪魔してなかった、あの、はいはい、全体の雰囲気を。私の本、関根勤の嫌われない法則、2月21日発売でございます。いかに人と付き合う時にうまくこうね、人と付き合っていくっていう、嫌われないっていうかね、好かれる、これいろんな人に読んでいただきたいなと思います。よろしくお願いします。